会員少数党員内総務のジェラルド・フォードは1973年に第40代アメリカ合衆国副大統領に就任した。1973年アメリカ合衆国共和党のスピロアグニュー副大統領は自身の個人的な税金問題の末に辞任を余儀なくされた。したがって憲法修正第25条の下、大統領から指名を受けた候補者が 両院の承認を得ることで副大統領に就任する。これにより、共和党のリチャード・ニクソン大統領は、当時民主党によって支配されていた両院の過半数から支持される副大統領を選ばなければならなかった。ニクソン大統領は、元テキサス州知事のジョン・コナリー、ニューヨーク州知事のネルソン・ロックフェラー、カリフォルニア州知事のロナルド・レーガーを検討していた。しかしながら、 最終的にニクソンは会員議員内で支持され、自身とも親しい中である共和党恩憲派のジェラルド・フォード会員少数党員内総務を選んだ。フォードは両院の大多数により承認され、1973年12月6日に第40代アメリカ合衆国副大統領に就任した。フォードは翌1974年にニクソンが ウォーターゲート事件により辞任したために大統領に昇格した。1973年11月27日、92対3の多数により上院は、ジェラルド・ホードの指名を承認した。その約1週間後の12月6日、下院も387対35で承認した。ありがとうございます。